家庭菜園ライフ。杉並で菜園をやっている高橋です。今日は落花生の試し掘り、収穫までに収量を増やすためのポイントをご紹介していきます。落花生の収穫時期は10月の下旬から11月の中旬ぐらいまで、霜が降りる前と言われています。霜が降りると傷んでしまいますので、それまでどれだけ肥大化させるかが重要なポイントです。今の時期試し掘りをしたり、肥大化のための作業を行うことで収量がアップしていきます。今回は残り1ヶ月でどのような作業をしていくかポイントをご紹介していきます。それでは行ってみましょう。まずは落花生の状態を見ていただきたいと思います。この落花生はもともとは畑に直撒きをたくさん行って、その中で元気ないいものをピックアップして植え直ししています。ポットで育苗する場合には管理と場所が必要でちょっと大変ですが、畑で直撒きして防虫ネットを設置したものをそのまま移植することで手間が省ける上で元気な落花生を植え付けることができます。栽培場所に直接種まきすると中には状態が悪い芽が出てくることがあります。ですので直撒きをしたものから選ぶことで安定したものが育つというやり方です。ご覧ください。だいたい一定の大きさで大きくなり、非常に青々と元気がいいです。80センチの畝に千鳥植えで長畝に植えていますが、非常に四方に広がり伸び伸びと育っています。これは大まさりという品種で、名前の通りですね、非常に大型の落花生で、通常の落花生のだいたい 2,3 倍ぐらいの大きさになる品種です。もう間もなく収穫タイミングですが、現在どういうふうな状態になっているか試し掘りをしてみましょう。落花生もこの試し掘り作業はかなり重要です。落花生の収穫タイミングは葉が枯れてきてからと言われますが、葉が枯れた時と同時に掘り起こしてみて、少し収穫タイミングが遅れたということもあります。試し掘りして収穫できる状態かは一度確認していただくとよろしいでしょう。ちょうど収穫1ヶ月ぐらい前なので出来を確認していきたいと思います。では実際に試し掘りをしてみましょう。落花生の場合は試し掘りというよりは、引き上げますとそのままさえがついてきますので、ちょっと取ってみましょう。このように引っ張りますと、皆さんおなじみの落花生のさえが出てきました。収穫のタイミングはですね、この落花生独特のこの網目模様がくっきりと浮き上がってきた時が収穫のサインになります。これはまだまだ表面がまだつるっとしてますので、まだまだ収穫は先ですね。この時しっかりと埋めるように、このようにしっかりとかけてあげると残りの期間でしっかりと太ってきますので、土寄せも同時にしてあげると良いと思います。今見てみますと大きいさやも出てきていますが、もし肥大化がうまく進んでいないような時はポイント1として、土寄せをしっかりと行うようにしてください。今実演しましたが、移植ごてなどでしっかりと土寄せを行い、さやが完全に土に埋まるようにしてあげてください。もしくは上から土などをかけて土に埋まるような状態にすることが重要です。次に試し掘りの時に絶対に見てほしいポイントがあります。それは虫食いの状態です。落花生は収穫が遅れますとどんどんと虫に食われていきます。ですので試し掘りの時にもし虫に食われているさやがですね、まあ、ちょこちょこ出てきているようであれば、できるだけ急いで収穫するようにした方がよろしいと思います。もう一点として、さやがしっかりとでき始めていたら、テグスなどで障害対策の予防を始めましょう。これは収穫前に必ずやった方がいい作業で、カラスなどに一度見つかってしまうとですね、非常に被害がその後もですね継続的に拡大していきますので、まあ、絶対にですねカラスなどを近づけないようにするために対策が必要になってきます。対策としてはテグスや防虫ネットや障害対策用のネットを張るようにしましょう。カラスは非常に賢いので、頭などを差し込んでくる場合があります。なるべく念入りに対策を練るようにしてください。最後のポイントとして、雑草も取っておきましょう。雑草がいくつも生えているようですと肥大化の邪魔をする場合がありますので、抜き取っておくとよろしいでしょう。
それでは本日はテグスの設置を実際にやってみたいと思います。ここに90センチの支柱と普通のテグス祭り糸があります。これをですね刺していきますが、だいたいカラス対策としては地上からだいたい20センチから25センチぐらいが効果的と思われます。このように紐を伸ばしていきます。この時にタルタルで貼るのではなく、ある程度テンションをかけた方が効果的と思われます。これで完成です。カラスは非常に賢い動物で、その割には非常にこう臆病な鳥ですので、一度こういうふうな彼らの目には非常にこう見づらいテグスに触れるとですね、もう怖がって近寄らないという習性がありますので、非常にこれは簡単に設置できますので、もしこういうふうな釣り糸をお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひやってみるとよろしいと思います。この上からさらに防虫ネットなどをかけると完璧です。やってみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。